言わなくても皆様のよく、あ、すごく若い1990年生まれとかの方ももしかしたら、あ、なんかお一人もしかして嘘ついてませんか、おひげがこうやってカッパ大丈夫でしょうか、なんか見えないんですか、エロディを聞けば、あ、懐かしいあの頃皆さん思い出してちょっとホロホロくるかな、でもアレンジを変えてね、カボテスまで来た、